かしら。あら、また君なの。あ、ひょっとしてまた何か手違いがあったとか。ことね、よかったわ。で、どう？教えてあげた寮の住人とはもう全員会ったのかしら？彼女だったら今さっき海岸の方へ散歩に行くって出て行ったわよ。そうね、オリエンテーリングは全員参加だし、その時でも遅くないんじゃない？それがちょっと聞いてよ、私も出なくちゃいけないことになっちゃったのよ。私別に従業員でもなんでもないのよ。まあ一応ここの管理人ではあるけど。なんてここで嘆いても仕方がないわね。疲れるのは本当は嫌なんだけど、参加するってあけみさんに言っちゃったから。仮病でも使おうかしら。そうね、面倒だけどそうするしかないわね。あ、いいわよ、一緒に行きましょうか。私が公園まで案内してあげる。あら、地図か何かもらわなかった？ああ、それはもっともね。わかったわ、私が責任を持って案内してあげる。待ってるわね。それじゃまた明日。見たらオリエンテーリングなんて小学校以来よね。そうそう、早起きしたついでに2人分のお弁当ね。ちょっとちょっと、作ろうかなと思っただけよ。早とちりしないでちょうだい。お昼は向こうで何か作るんじゃないかしら。そんな話を聞いたような気がする。確かあそこの自然公園にはバーベキュー会場があったから、多分それよ。よし、今日はそのためにだけ張り切るわよ。さあそれじゃ行きましょうか。あ、ごめん、ちょっとその前におトイレ。待っててね。公園まで結構歩くのよね。はあ、私なんかもう疲れちゃった。そうね、食事にありつけるまで弱音なんか吐いてられないわ。それまでは石にかじりついて這いつくばってでも頑張るわよ。大
げさじゃないわよ。私の生きがいは食べること。サメが泳ぎ続けていないとコロッと死んでしまうように、私は常に食べ続けていないと死んでしまうの。はあ、今も徐々に体が弱っていく。まあでも昼食が楽しみね。そう思ったらガゼンやる気が出てきたわ。さあ急ぎましょう。9時30分、ちょっと早すぎたかしら。昨日もらった地図に書いてない？確か昼食会場だったような気が。ああ、それだったらこっちよ。行きましょう。あら、二人とも早かったわね。おはようございます。おはようございます。私の他にはあと夏希ちゃんが来ているわよ。そこのログハウスの前にいるはずよ。ごめん、私はここで少し休んでるわね。おはよう。そうね、15分くらい前かしら。時間に遅れることや約束を破る人間って大嫌いだから。他に何かあるの？そう、分かったわ。揃ったみたいね。予定よりも少し早いけど始めましょう。まずこれから皆さんにオリエンタイリング用の地図を渡します。地図は全員に行き渡りましたか？はい。それでは皆さん、手元にある地図に目を通してください。主要な施設としてボート乗り場、サイクリングコース、並木道、バーベキュー会場があるのが分かりますね。地図に記してある通り、それぞれの施設付近にはチェックフラグが立っています。おおよその位置は地図の通りですが、実際にその場へ行って隅々まで探さないと見つからないフラグもあります。手渡した地図上のフラグには色がついていませんが、実際のフラグには色がついています。もう分かりましたね。つまり実際にその場へ行ってみて旗の色を確認してくること。忘れないように色を地図に書き込んでおくことが大切よ。最終的に5つ全ての色を書き込むか、フラグを全て見つけられなかった場合でも1時にはここへ戻ってきてください。私と店長代理がここに残り、色と旗の場所を照らし合わせて確認をします。みんなずるしちゃダメよ。実際にちゃんと回ってきてちょうだいね。早く帰ってきた人から昼食のバーベキューにしますから、張り切ってね。説明は以上です。何か質問はありますか？ないようでしたらこれで説明は終わります。それじゃあ早速2人のペアを組んでちょうだい。今日のオリエンテーリングの趣旨は従業員みんなの親睦を深めることですから、お互いに協力し合って仲良く競技すること。ペアを組んだ人から出発してちょうだいね。
したの？わかった、ペアを組もうってことね。いいわよ。私としてはさっさと終わらせてお目当てのバーベキューにありつきたいところね。あらやだ、そう思ったらよだれが。さあ早く行きましょう。ついてらっしゃいな。それじゃあボート乗り場からサイクリングコースって道順でいいわね。結局のところ右回りか左回りのどちらかってことなんだけど、そうそう、その通りよ。それじゃあまず最初の目的地ボート乗り場へ向かいましょうか。あ、ところでバーベキュー会場の旗って見たかしら。何色だった？そうね、今から戻るのも馬鹿らしいわ。そうと決まれば先を急ぎましょうか。あー、もうダメ、疲れちゃった。ねえ、もう帰りましょう。危険よ危険。そうなんだけど、私もうお腹空いちゃって。それだけは許してちょうだい。それこそ私死んじゃうわ。しょうがないわね。それもそうね、いいこと言うじゃない。さあさあ先を急ぐわよ。グズグズしてると置いてっちゃうからね。大丈夫よ、多分逆回りの人がいるからすれ違いざまに旗の色を聞いちゃえばいいのよ。人間楽すること考えなきゃダメよ。進歩しないわよ。甘いは甘い。今日の文明の発展は楽をすることが根底にあるのよ。車を見なさい。船や飛行機もそう。エレベーターだってそうじゃない。勝ったわね。聞こえないわ。全然聞こえない。それはさておき、少し休憩しましょうよ。さっきから歩きっぱなしでいい加減疲れちゃったわ。そうかしら、全然実感ないわ。疲れちゃったわ。お腹も空いてるし、ダブルパンチね。
考えてみたら、なんで私が若いみんなと一緒になってこんなことをしてなきゃいけないのかしら。今日いたメンツの中で多分私が最年長よ。もう少し年を考えてほしいわね。確か明美さんが23だったわよね。若い、若すぎるわ。まあ少なくとも明美さんよりは年が上ね。いくつくらいに見える？遅れないから言ってみて。そう？それくらいに見える？違うわ、もっともっと上よ。まだ上よ。行き過ぎちゃったわ。正解は29歳よ。もうじき味噌汁に手が届くわ。本当よ、正真正銘29歳。だから10代の若い子たちと混じってってのは無理があるのよ。今さら言っても始まらないんだけど。というわけよ、自慢にも何にもならない話ね。はあ、ここで愚痴っても始まらないから、そろそろ行きましょうか。ようやくバーベキューね。待ちに待ったわよ。本当、一時期このまま死ぬんじゃないかと本気で思ったから。でももう大丈夫よ。バーベキューが見えてきたから元気が戻ったわ。さあ会場に戻りましょう。早く早く置いてっちゃうよ。そうですよ、私に何か。なぜ。
ちらに注目してください。1時までという時間指定でしたが、予定よりも早めに全員戻ってきたので、そろそろ昼食にしたいと思います。もう皆さんお腹が空いて仕方がないでしょうから、細かい話は昼食の後にします。早くバーベキュー。死ぬ、早く俺に飯を食わせてくれ。本当にお疲れ様でした。さあ皆さん、思う存分食べてちょうだい。ごめんなさい、用事だったら後にしてちょうだい。今ちょっと食べるのに忙しくって。そうかしら、私にとってはまだまだ腹八分目ってところなんだけど。どう？一緒に食べない？新規オープンの日です。ディアキャロット4号店の記念すべき第一歩となりますから、皆さん十分に気を引き締めてお仕事に取り組んでください。はーい。ありがとう。予定では週間スケジュールでお休みの人も出勤してもらいます。マネージャーの岩倉さん、バイトの君島さん、二人ともよろしくお願いしますね。はい、わかりました。任せてください、初日に休むわけにはいきませんから。ありがとう、よろしくお願いします。他の皆さんもよろしく。細かい話って言ったけど、もう終わりです。あとはもう明日を待つだけです。今日は本当にお疲れ様でした。これで解散します。美味しかったわ。ただそれだけよ。毎日あんなごちそうだったらどんなに幸せでしょうか。あ、そういえば君そんなに食べてなかったわね。もったいない、遠慮してたら人生この先いいことなんかないわよ。男の子なのに意外と装飾なのね。それじゃ幸せに浸ったままこれから夢を見ないといけないの。おやすみなさいね。さあ夢の中でバーベキューの続きをしなくちゃ。